ソリンを入れたさっちゃん、蓋を閉め忘れてますよ。蓋の閉め忘れに注意しましょう。視聴者さんから水中映像を見てみたいとメールでいただいたので行ってきました。前回視聴者さんがワラサをヒットできなかったそうなので、今回水中映像と視聴者さんの敵を打ってきます。さてさて、まずはトセミヤさんのお客様から情報収集だ。ペレットみんなどこのスプレーって聞いたもんで、ペレットが、ペレット降りたんですか。一応持ってきたんですけど、こんなに周りが巻かへんのであれば、あれかなと思いまして、ちょっと鼻水出るかわからんでやめて。ドバッといったて。え？で、終わり？アミエビでもう完全孵化して、完全孵化してるんで。アミエビ？オキアミじゃない？あ、オキアミ。あ、オキアミ。オキアミ。オキアミ、上から、ぽいぽいと。で、ペレットはもう使わないの？高くてね。笑ってごまかすさっちゃんとしんちゃん。あれは尾鷲の煙突です。移動中はドキドキワクワクですね。この辺かな。これか、ここか。へえ。なんかおる、なんかおる、もういきなりおる。うぅ、うぅ、なんかおる。おぉ、到着。では準備します。サオの紹介です。これはフィッシングユー松坂店の、名前出していいんかな、神って感じの人ですね、の人におすす神様教えてもらったサオです。どこのメーカーかわからんのかな。そう、わかりますかね。これ見てください。195Hですね。MH。 しんちゃんの方は青の竿です。柔らかい方です。リールはしんちゃんの方はシマノのシラ。リールの値段は忘れましたけど、竿の値段は9000いくらやったかな、やったと思います。こっちの赤い方のリールもどこのメーカーか知りません。ずいぶん昔に買ったやつなんですけども、覚えてません。そんな感じで鼻水が垂れてきた。うん、こっちが泳がせ用です。しんちゃんも同じようにやってます。では、遅刻は何時？もう8時。私何時間用意しとんの。ってことで釣りしまーす。はい。
人がヒットしていたそうで、しんちゃんはその人の真似をしています。パターン青魚です。しんちゃんヒットです。めっちゃ竿曲がってるんやけど、タモ用意せなあかん。シャロンキ頑張れ。タモタモ、これはやばいな。下入ってってるな、船の。めっちゃドラグ締めとんの出てくるよこの人。うまっ。これ私ここへ立ったらあっちのカメラ意味ないな。なあ、そうですね。いいなあ、面白そうやな。私用意できたばっかなんだけどな。まだ上がってきませんね。一二一二、はい、ぐるぐる。いいないいな、私も釣りしたいな。カメラ置いて釣りしていいかな。重たい。重たいだけ？いや、めっちゃ。なんだこの。わらさん。え？あ、ほんとほんと、ちょっとカメラ置きます。ヒットか。ああ、今見てるから。カメラ、ストップ。はい。はい。はい、はい。釣れた。ボリボリですわ。なんだこれ。オーバーハンで見えん。アクア。あんのかい、あんのかい。サイズを測ったろじゃねえか。本当ですね。すごかった。記録だ、記録いったよ。え？はい。ダンゴウクね。よしよしよし。何センチ？72ぐらい 2.5 ぐらい。勝ったな、勝ったな。やりました。寄生虫がおるとあかんのでもう閉めちゃいます。閉めようか。はい、じゃあよろしくどうぞ。死んでから30分以内に内臓を取ったら、うん、
何やったか、あの寄生虫アニサキス。そう、アニサキスのその身へ回るっていうのが防げるらしいんで、うん、皆さんも死んでしまったなと思ったら30分以内に中身抜いちゃってください。はいはい、地合いです。行きます。次ま行くよ。私行くよ、行くよ、持ってるよ。え、うん、次は水中映像です。次の映像に違和感がありました。それは何でしょう？答えは次の動画にアップします。ご視聴ありがとうございますにゃん。まったねー。